さあやってきました最終回。ちょっと声がね響いてる中で申し訳ない。お風呂で実況してると言われてるんですけども、そんなわけではありません。一つのお部屋でやっております。で今日がですね、この塩カラーズが出てくるところですね。あらすじで言うと、当たり目指令がなんかさらわれて、でそれを助けに行くところなんですけど、まあ、5つのステージがあって、今日はその最後のステージなんですよね。うん、最後のステージを今回クリアしていこうかなと思います。どっから行けるんだろうな、一体どっから、エリア5のステージ、次のエリアに向かえって書いてあるんだけど、どこだ、どこに行けばいいか。こっちだ、これだ、絶対これだ、絶対これ、絶対これ。なんか登れないけどね。あ、登れた、濡れるじゃないですか。で、自分で行くんだよ。今までレールで行ってたところが、自力で行けと。来たー、来た。しかもちょっとなんかめんどくさそう。どんどんね、登っていかなきゃいけないの。え、これ行けんの、そもそも。プロペラぐらいから行けるか。うわ。あ、上見て。なんかある。これボスじゃない？これボスだよ。なんか一回やったことあるの俺が全然覚えてないや。疲労モード。なんで忘れちゃうんだろうね。あ、でも電気ナマズはね、6個ですね。今までと一緒だね。6個か。で、今回ミステリーゾーン、ミステリーファイルか。ミステリーファイルもゲットできるんだよな。新しいやつが。今日で揃うんだよな。で、ちなみに、次どこだ？待ってね。ミステリーファイル21だから、22からかな。22からいけるのかな、俺は。22探すとこまで書くと。しなくてもいいか。見たいでしょこれ、移動してるところ。どうやったら上行くんだろうみたいな。危ねえ、細っ、ここけどないし、全然ないよこれね。ずっと探してたんですよ今まで。カットしつつ、このカットなんかつまんないかなと思ってこんな探してるだけ。隠れ物と一緒だ、だってずっと何もないってことはこれ24! で、こうなると、毎回、あ、違うわーって言って、違うとこ探しに行くんですよ。で、今24じゃん。22を探してください。22を。こういうとこにあるんじゃないかな。前のかな？端っこと。あ、ここは？あ、これスポンジだ。あ、こっち行けて、全然出てこないね、22が。忘れちゃうよ、22、22って言っとかないと。これ上か。上だな。早く。あれ？あ、濡れるのか。あったぞ。さあ、やってまいりました。22。変形スイッチボックスですね。これ、ついてもあるよな。よし。上に登っていきましょう。まあ、多分最初簡単でしょ。ミステリーファイルを探さなきゃいけないの、俺は。使命感。完全にみんな忘れてると思うけど、ミステリーファイルをやるためにやってますからね。あれ違かったっけ、俺ミステリーファイルをずっと探してるんだけど。あ、バリアかスパショーだ。スパショーにしよう。そこで行きます。スパショーどこ？どれ？なんか全然知らない。なんか当たんない。おい、あと一発届かなかった。ここが打ちたかったけど、本当来たな。OK？ ね、ミステリーファイル多分ないから、次行きましょう。うわ、リーグ、怒なるじゃん、今のこれ。見たらわかる。怒なるじゃん、今の。あっ、これもしかしたらしていけんじゃない？無理だな。いや、無理だな。俺には無理だと思う。ここから出てくるのに、あー挟まれる。このミステリーファイルなんだろう。どうせな、こういうとこにあんだよな、隠れて。ここか。もうスイッチボックスが、あー、すごい動きしてる。わかりづらいな。で、奥にね、見えたよね、みんな今。今何ダメージ。どっからダメージかも。え？今何？わかんないね。倒した敵から来たよ。これ、見えたんだけど、後ろ、これ。はい、発見。でも、これちょっと見えてたよね。よかった。先に行かなくて。じゃあもうあとはクリアするだけですね、チェックポイント。結構作り込まれてるかな。あ、でも今回もほらあれありますよ。
つらつらにも出てくる。カナシャ。カナシャいたな。あぶね。カナシャ、私さ、この観覧車、この速度で回るんじゃないか、もっと速くなるもんだと思って、あんな高いとこで。めちゃくちゃ怖かったんですよ、乗るのが。ごめん、みんな。無駄話してたら何もないところで、なんか過去にも悪いな。俺らのこと倒して普通に倒してるくせに。普通に落ちんのかよ、みたいな。過去にも悪いことしたな。待ってこれ、あー待ってやばい、待ってやばい、これ足場が悪い。てかこれ次死んじゃったらゲームオーバーになってしまうんですよ。なのでここは慎重に行きましょう。せっかちだからさ、これの人にやっちゃうけど、やばいね。ハジャーの道をちゃんと作ってから、これ落ちない。オッケーで戻りまして、押した落ちちゃうから気をつけまして、死ぬ、死んでもダメだ、倒す、 OK で、上に登るさっき、なんでこれ落ちたんだよ。 OK、 チェックポイントに行ったことで回復しました。一回死んでも大丈夫なんだったんですが、危ない、罠か、これは罠か。やばい、また難しくなったのか。大丈夫かこれ。できた？いかがなものか。はい。こっち行こう。で、これで落とされたから、オッケー。はい、倒して。こう、塗りますね。来るのかな？緊張する。死んだら終わりなんだよ。死んだら終わり。ああ、なんかいる。マジかいでた、タコ。ボール。だって。これも、あ、上に行けばいいのかな。よし、最終的ポイント。来た。なんかだんだん難しくなってきてる気がする。いや、もしかしたら俺が下手になってるから。だんだん難しく感じてるんだけど。こんなに死ぬことが、鍵いいですよ。あ、鍵取れてない。ちょっと待ってね。どうだ、ここだ。ほい、タコ開けて。来た。なんかバリア全然使わなかったけど、ゴール、よし、ナイス。いやー、ちょっと難しかったな。我々は、暗い海から光を目指し、遠い昔地上へと進出した。さらなる光を求め、ここに、外宇宙に向け、円満に込めて、メッセージを送る。いつの日にか、もう一人の我々に出会えるだろう。と信じて。ごめん、なんかもう、よくわかんない、もう。深海から来たのね。宇宙に行きたいんだね。下から地上に来て、深海から地上に来て、地上から宇宙に行きたいなんて。多分、俺の解釈。ごめん。これに関しては、俺全くわかんない。全くわかんないけど、絵が、まあ、イカちゃんなんだろうな。スパレットのイカちゃんなんだろうなってのは分かりますね。これだ、23。やったきた、23きました。スポンジだらけだって。よし、スポンジは得意だよ。スプラトゥーン2にもあるし、まあさっきのステージでもね、得意じゃないことはないんだけど。待って、これマジ危ない。あって落ちた。倒させて、落ちた。あ、今下にこれ見えたよ、これに見えたよ。下に行けるよね、これね。うえちゃんと取りました。で、上に登ってみましょう。なるほどな、こんな盛ん帯に見せる前を変で無事に置いといてくれないな。優しいな、人間堂は。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。で、人を。ハンター。最近アニメすごい好きで、いろんなアニメを見てるんですけど、皆さんはなんかアニメが好きですか？なんかとか。まあ、きっと、鬼滅の刃とか、呪術廻戦が好きなんじゃないかなと、俺は思うんですけども、新劇の巨人の全部見たの。ね、難しいな、話が。
小学生ぐらいだったら、理解できなかった。高校生の時もね、あんまり理解できなかったけど、この年でようやく理解できました。すげえ面白い。びっくりした。ただね、ちょっとね、普通になったから、話がね、暗い。暗い話が、なんか少年漫画ではあったから、だから悲しくなっちゃって。最近復活しました。今もう楽しくゲームができております。スプラは旅芸だよな、マジで。こんなに、5年くらい経ってるでしょ。あはは、ぶらぶらぶら、俺は。よく生きてた、俺は。ボムください。あー、危ない。チェックしないで。でですよ。こっちですよ。あ、わかった。この下だ。こっち行くんだ。これ落ちていい？あ、OK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 。 よーい、最終チェック。簡単じゃん、こんな。何すればいいこれ。あ、飛んできた、なんかスペシャル倒すってこと？後ろ飛んできて、倒して、あ、終わり。え、ぬるいですね。23、ぬるいね。はい、ゴール。よし、素晴らしい。あ、すごい、音符だ。記号みたいになってる。あ、すごい、音符だ。なんかこれ、塩辛地方発祥の塩辛節。あ、塩辛節の楽譜だね。全イカの DNA に刷り込まれといっても過言ではない。もともとは読めない。豊豊業よくない。なんて書いてるこれ。なんかあれだ、漁の祝いと、なんかいっぱい魚が取れますようにっていうお祝いと、母なる海への、何これ。ごめん、なんかバカなのバレる。落とし入れ、何これ。ごめん、本当に俺の真似しないでね。ちゃんとみんな勉強しようね。なんか、これは、塩辛節の楽譜なんだって。それだけが書かれております。他のことは気にしないでください。さあ、次行きましょう。はい、よろしくお願いします。以上のステージ、くるくる風車の過去軍団。これ面白い。これ面白いやつだ。面白いよね、これね。パッと見よう。ちょ、待って。これ絶対ミステリーファイルある。俺にはわかる。ここでね、楽しくなっちゃったね。普通に行くのはね、違うから。あ、これ、絶対。は？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 まっすぐ来ればいいじゃん、こんな。なんでわざわざ、なんないこれ。なにこれ。人をバカにするのを大概にしなさい。ちょっと、おバカにしてませんか、僕のこと。いや、人間のことバカにしたら、俺、いただき。人間様、ごめんなさい。もう言いません。もうそんな、ひどいこと言いません。もう言葉遣いも綺麗にしていきたいなと。本当にごめんなさい。行きたいです。なんか本当にタコがさ、あ、ボム投げてこう。あ、危ない。なんだそのこと。タコがさ、映像めっちゃくちゃいいの。これもう使っちゃうね。あ、危ない。難しい。ほれ。よし。いいね。場所が刺さっていく。で、ミステリーファイルを一応確認したけど、ないですね。したら、いいかな？みんなのかな？え、てか、この下降りると戻っちゃうか。ショートカットじゃないのか。ショートカットじゃないのかな。スプラ2って結構ショートカットあるイメージあるんですけど、ファンはどうなんだろうね。まあでも、ショートって頭をつけた。ショートカットしちゃうと、ミステリーファイル取れなくなっちゃうんですよ。またあるよ、あれ。見て。またあるよ。見せないだろ。よし。おバカにしてるこれ。人間様をバカにしてますよ。いや、すげえやってるんだ。はい、ボムやめて。ボムやめて。オッケー、まだ少しだ。ああ。そういうこと言うのね。こういうね、ことになるんですよ。難しくなくなっちゃった。ああ。うわぁ、死ぬ、マジで死ぬ。おい、危ないね。道スパショで作ってからじゃよーん。で、店前戻ってるので、ほらもう盛り続けていいかな。
このまま行っちゃいますか。で、下を見る必要もないし、このままで行きたいですね。いけそうじゃない？あ、いけるよ。で、準備をしておいて、てっぺん。てっぺんに行くときに行く。やばい、ちょっと面白い。やっぱ、俺、この数字結構好きかもしれない。バカにされてるけど。バカにされてるけど、結構好きかもしれない。早いな、なんか。まあ、その辺いいよ。これ、どうなの？ああ、なるほどね。これで、エレベーター、動くエレベーターみたいな感じで。いや、で、これ、あれ？マジック？いけるね。プロペラの方からもいけるか。もう、これ乗りたい、乗りたい、乗りたい、乗りたい。ロケロケ、キリ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 。これここ乗ってるだけで大丈夫じゃない？はい、はい、クリアです。はい、24もクリア。ってことはあと2つだ。神はなぜ我々を作りたのか、何のために我々は存在する、その答えを望んではいけない。我々はただその言葉に従い、世界と接続し、夜通し祭りに明けてくれるのみ、ただそれだけ。何これ、かっこよくね？なんだねこれ、なにこれ、かっこいいけど。これゲームかな？あ、じゃあ電話かな？昔の。これ、あれだ、ゲームキューブ？あ、違う。ニンテンド64に見えるな。あと電話か。なんでこんなかっこいいんだ？神はなぜ？ 25 探しますか。25よ。こっちかな？ 25 は？あ、もう出てくる。20？ え？ 27？あと3つか、3つ必要なのか。ずっとあと2個だからさ、あと3つらしい。あ、これ関係ないの。めっちゃたまで27見つけたから違うとこ行きますか。あ、待って、これはこれ26だっけ。あ、これ26だ。じゃあ25だけ、25だけ見つければもういける。オールクリア、コンプリート。26どこだっけな。多分行ってないのはそこですよね、上ですよね。うわー、なんかすごいところだ。てか、どこ高いの、あんなところ。高いよ。どうやって行くんだよ、あんなところ。あー、これ行けるか、勢いでジャーンプ。あー、ですよね、落ちちゃいますよね。25探すの大変だよ。あ、これで上だ。こうか。あ、いい。あ、これな、多分なんか確認しないで入っちゃった。確認しないで入っちゃったけど、でも多分大丈夫だよね。大丈夫ですね。25で勝ってなくて、高野さんか。25を確認しない。これ多分29とかだった。びっくりしちゃう。鍵必要なやつですね。これさ、そっから普通に待ってよ。同じようなの取って、待って、挟まれる。挟まれるからダメだ、もう積んだ。積んでない。ちゃんと逃げ道作ってくれた、優しい。せっかくなのでカーリングボールで行きましょうか。仕事が、カーリングと比べてね、出るまでちょっと時間がかかるんですよ。そこすり抜けんの？知らなかった。そこすり抜けない。初めて知ること多いな。この後に、あと2世代を集めなきゃいけないんですよね。いや、このステージ見逃しそうだな。ちゃんと端から端まで見てるか。まあ、ないよな。いいですね。タロちゃん。ちょっと見て。次、鍵が必要なんですよ。誰かが鍵を持っている。はず。ここら辺にタコが、おっ、これは積んだか。あ、積んだか。これは積んでない、積んでない、積んでない。すごい隙間から出てきました。いや、じゃあ何枚。うわあ、意外と早かったな。隙間は良かったんだけど意外と早かった。これ登れないのきついな。いや、これむずいな。なかなかむずいですね。日経動作25まで来るとそうだよな。ちょっと難しくしようかな。逆にな、ぬるいって言われちゃうから。あ、このドアじゃん。このドアは開かないですね。入りません。あ、鍵発見。で、どこ持っていけばいいんだろう。ここかな、これなのかな。やばい、
え、だから足元が見るの大変。ちょっと待ってね、今きついよね、これね。どこにでもいるじゃん。どこにでもいるじゃん。こうだな。どうしよう、足元が濡れない。こんなもんだっけ。で、こっちか。これでどうするんだ、上に行くのかな。あ、こういうやつじゃなくて。なるほど、なるほど、なるほど。あ、最終チェックパイで来ました。あれ、ミステリーファイルは待って、一番大事なやつミステリーファイルなんですけど、この一番欲しいのがミステリーファイルなんですけど、これかやばな。いけ。え、ちょっと待って。え、あ、これいい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 として、いや、トマイルなんだよ。ファイル、ファイルなんか、え、ファイルは、ファイルなくない、え、終わっちゃうんだけど、え、あれ、ゴール先行ってみます。一応ね、下にあるかもしれない。え、なんか初めて負けた気分になる、これ。え、どうしよう、ごめん、ファイル取ってきますよ。信じようとはしない。このままでは人類の文明は全て深き海の底に沈むであろうに、何も知らないこの子も海の僕ずっと消えゆく運命なのだろうか。え、ジャッジ君、ここでジャッジ君が出てくるのか。どういうことだこれは。海面が上昇、タコが出てくることを誰か発明家、科学者か何かが、見つけたんだけど、誰も信じてくれないと。で、ペットなのかな、ジャッジ君は。この人のこれ誰だ、これ誰なんだろう。でも俺の知ってるジャッジ君ですね。はい、どうも、戻ってきました、戻ってきましたっていうか、潮止め油田ですね。26、こんなのちょっと強そう。潮止め油田みんな知らないでしょ。あんまり知らないでしょ。せっかくなので探検しつつ、ですね、まずはミステリーゾーン回収するところから。さっきのミステリーゾーン何であんなとこにあったんだろう。びっくりした、探すのに一番手間取った。あ、ないな、こちらにはない。ここにエレベーターがあって、あ、ないないやん。でもまあここパイプからで今上がれるんですけど、あ、そっか、ないのか、行きたかったですね。今度ガチマッチョかな、暴れバトルしてやって見せたいなと思うんですけど、うわ、ないな、どこ行けばいいんだ。ミステリーファイルはこっちか。最終チェックだよ、終わる。これ終わるぞ。違うな、ちょっと待って、一回戻る。多分だけど、敵陣地がミステリーファイルあるな。こっちだな、これね、こっちゴールだと思ってたんですけど、全然違かった。これだ、あれ、あ、あれだ、絶対あれだ。失礼、よし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 、はい、ミスキル、はい、え、来たとこごめんね、来たとこごめんなさいね。なんかかわいそう、なんか飛び出てる。なんか目が飛び出てる。これ誰か描いたやつだな。うまいな、絵がいいよな、絵うまい人って。持ってるだろうな、俺の絵うまく描きたいよ。うまいけど俺の描いた絵全然見てない。グッズの絵とか俺が描いたやつですね。よし、もう行く。はい、ゴール。スワッパー賞をせっかくだから打っときました。意外と早いんだよ、白のメニューで。ふっ、何これ、骸骨、12000年前、
1万年と2000年から地層から発見された内骨格を持つ生命体の化石標本。頭蓋の大きさから知能は決して高くはなく、かなり原始的な生物のようだ。カラマリ教授による最新研究では、あ、さっきの人もしかしたらカラマリ教授だ、神聖な儀式の最中だったと推測されている。まあ、ゲームしてた人じゃねこれこれ人でしょ、我々だよ。決して知能は高くなくって書いてあるバカってこと。はい、結局 UFO は存在したミーバスカーが、あ、タコプター、この流れか。今回のスティールミーバスカーだ。いいね、僕もちょっと意外と強いから、ね、ミステリーファイルがありそうなことをやったんですけど、まずるい。まあ、鍵がある。鍵何に使うんだ、わかんない。とりあえずあれじゃね俺にはわかるぞ。あれだろ、他の壊さなくてもわかる。あれ、あ、違うか。あ、違う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 鍵って、この鍵、ここの鍵ではあるな。ウェイクだけど、ああ危ない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 。だからちゃんと見て、この上とか、うん、違います。これですね、違いました。よし、こちらカロすぐ逃げよう。ちょっと待って、もうこれで終わりなんだね。なんか26、27の方が正直簡単性はありますよね。かっこいいのキャラ、目がスカウターみたいな。さあ、最終的なポイント、まずはこの弱そうな弱そうな顔して、終わっちゃった早いんだよ、だんだん簡単になってくんだよ。いや、これボス心配だな。終わりました。なんかミステリーファイル最後じゃない？はい、最後のミステリーファイルだと思います。を愛するジャッ、あ、待って、もう一個あるわ。もう一個何かありますね。最後の一個手前かな。を愛するジャッジよ。ついにこの日がやってきてしまった。このカプセルは遠く1万年の先まで決して開くことはない。多分それが本当にお前の幸せなのかどうか。私にはもうわからない。え？ジャッジ君って1万年前から来たの？え、知らなかった。え？マジだ、マジ、マジ。え、マジ、そんなに生きてるの？これなんか、え、マジタイムリープ、いや、タイムカプセルに入れて、あれか、コールドスリープとかじゃなくて、か、あの、過去から未来送ったんか。マジか、バックトゥーザフューチャーだすげえ、え、やってよかった、スプラトゥーンマン。え、これ知らなかったな。あー、上ですね、最後一番上まで行きます。こうやっていこう。え、終わっていいのか、終わっていいのか。これボス役なんてもう最後だぞ、本当に最後ですよ皆さん。最後の決戦、タコツボキングやりますね、最後に。じゃあ失礼失礼、ボスに行きます。なんかクルクルしてる、なんかこっからどうするの。やめて、早いな。おい、読んでよ、これは三半規管やばいから。上行ったし、宇宙行ったよ。あ、さっき言ってたのは宇宙に行きたいって。もう電気ナマズいるでっかいのいるうなぎだこれ、うなぎ俺だ、あ、なぎナマズ捕まってる何してんの。さ、サンゴか、これは罠じゃ来てはならん。そんなこと言ったって行くしよ普通。まあ、ここまで来ましたもんね。おい、みんな、うなぎがいるぞ。電気ナマズじゃなくて、電気うなぎがいるぞ。え、これ電気うなぎと戦うんだっけ？違うよね。持ってかれた。ついに持ってかれて、いや、これマジで最終回だ。泣くなよ、みんな。スプラッツにもいる。タコワサ将軍ですね、彼は。いや、わさび生えてるなぁ。DJ なんだよね。生バリ繰り返す。お、始まる。さあ、撃退していきましょう。おっと、危ない。これはね、最後で打ち返してくるところだよ。これを打ち返して、
で、攻撃を跳ね返す、跳ね返す感じですけど、こういうのは自分で壊して、寄せ壊して、被弾しないように当たらないように、だんだん近づいていくと、こんな単純な作業でございます。で、頼むぞ、最後のボス、強くあってくれ。はい、これだけね、俺はスクラッドやってますからね、このストーリーモードでね、手こずってるわけにはいかないんですよ。おお、勝ってる、勝ってる、勝ってる。ミラーボールだって、えぐい、えぐい、えぐい。なんか光がなんかえぐい光がえぐい。よく見てみるとさ、危ない危ない、よく見るとこれさ、タコの足だね、この。わかるかな、みんな、タコの足だ。あ、一転した。なんかぐちゃぐちゃ、インクまみれでぐちゃぐちゃになってる。タコあるかな、ちゃんと。あ、ネクストステージ行きます。ほら、8個以上あるね、これね。メガホン回ってきてない。危ねー、意外と遅い。おおおおおおお、危ない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 。はい、しっかり返していきます。で、全然いけますよ、これこれ、まだまだ全然いけるよ、言っとくけど、まだ簡単ですからね。アーマーとかいらないから。いやー、自分から行っちゃった。いや、今ちょっとタイミング見てたらやるなぁ。いやー、待って、やらかした、やらかした。やるなぁ、マジで。一回返そう、一回奥に返そう。だからこれ負けると終わる、攻撃したら終わるから、一回返して OK で、ごめん、みんな、ごめん、アーマートルは怖すぎます。アーマートルは取らせていただきました。これ今言っちゃってられちゃうから、ただやめてやめて。オッケー、オッケー、これ何、これは水に入るか。よし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 、これでもうクリアするだけなんだ。これ水に入るといるとか、戦いの中でほい、一回して、もう一回目られちゃいけないって考えると怖いけど、次行くのかな。ネクストステージですか。将軍、まだ将軍、これ危ないな。でも下向けてくれて助かった。はい、はい、返して OK。 どうどう、まだまだ物足りない、これから。これきついよね。いける、いける、俺なら勝てる。みんなの力をください。あっ、ほら、こんな細い狭いところで打たないでよ。あ、これもしかして上に立てたの。違う、うぅぅぅ、すごい、上に立ってる。え、どうするの。やっぱ上にあったね、これね。上に立って嫌だったの。もっと避けつつも、まずなミサイルをしっかり壊していきましょう。いきますよ、壊して、しかもみたいなのがコンビクリだ。うぅ、避けながら壊すって大変や。 OK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 。 おっ、近い、いいぞ。まだか、まだまだ行くのか。やばいな、しぶといね。半分くらいかかんのかな。よいしょ、はい、OK。 で、あんまりちょっと続きまして、あぁ、ギリギリ跳ね返した。あ、この先だ、あれなんだ。あ、スーパーショット来たよ。どのタイミングで使えるんだろうか。どこで使えるんだ。なんか爆弾もあるけど、これあれか、またでっかい撃ってくる。ここで、これ、あ、あ、ごめん、ごめん、マジで来た、来た。これを壊して、なんでね、よく聞く攻撃ぐらいで、まあでも、動きはね、感じたから、もう慣れてきたところなんでね、もう、チュチュのチョイスでお話ししてみる、お店に越して、なんか、飽きるよ。そろそろ飽きた人、まあ、一人はいる、それは、見てると。一人は絶対いると。まずその一人が俺だからな。なんでこんな同じ戦いをずっとしていかなきゃいけないって、今ちょっと思ってる。そろそろ、そろそろいいじゃん。とわさび、クニクニ、クニクニじゃないか。初めて言ったぞ、とは。クニクニしてから、わさび。
これ3体あるからさ。あ、今度左からも来るよね。あ、右からも来て返していく。終わりか終わりか終わりか。バカ、まだだな、これまだだな。やるな、やるな、カレー。そろそろ力尽きる頃なんじゃないか。チェックポイント、最終チェックポイントですらないですからね。この先行けなかった、この先行けなかった、この先行けなかった、この先行けなかった。いましたね。何個手跳ね返したんだろうね。もう10は超えたね、トーキー。20ぐらいかな。結構跳ね返したね。あんまりいけながら。これどんどん難しくなるの？音バグ。音バグ。これ先行けそうじゃない？行けば。なんかメガモン来てないのに、メガモンの音バグ。えぐいって狭いって。入ってあ、4つに増えた。いや、ガチで結構難しくなってきてる。しっかり跳ね返して、これで後ろ交代させる。先進まないと一生ないな。逃げないでから、はい、はい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 。どう？スーパーショットきましたね。これ今回スーパーショットで跳ね返して、さっきミスっちゃったんだよな。おお、なんかいる。おい、ただの、おい、返した、返したよ。いけるよ、これ全然いけるよ。もう近づいたよ。ボール壊し、余計つつミサイルも壊し、ついてミサイルかな。もう喋ることながらしてもう慣れるんだ。実況を同じことをこんなことさせられたら、さすがにお笑い芸人じゃ喋れないよな。同じことばっかだもん。そろそろいいじゃん、違うことして。体当たりとかでもいいよ。その体、この全部の体当たりとか。うわぁ、でも一番難しいんじゃないか。鍵がエグかった。おい、来い。どうでしょう。どうでしょう。おお、近っ。早よ早よ早よ。え、跳ね返してない今。跳ね返せてない、ごめん。え、早かった今。え、今までで一番早かった。近すぎるかな、近すぎたかな今、もしかしたら。これ避けつつだから。なるほどな、向こうも跳ね返してくるのか。で、こうだ。これどう、いける、いけ、ほら、ロケスター、行け。この先は、ここから飛ぶな、俺分かるぞ、これ。お、来た、来た、来て。いいね、塩辛武士が流れてました。なんか、タコワサ将軍が塩辛武士を流してるみたいになって、踊ってるよね。このブレじゃないんですけど、お、サンゴ、私たちの歌聞こえる。あ、行きましょう。1号が2号のです。受話器が逆。じゃあね、ぬぬ、これはおー、自分、おー、自分で言ってたら使われてないじゃん。聞けば天国、歌えば極楽、皆さんご存知し、よから無事じゃ。あ、体乗り取り、おじいちゃん体大丈夫か、腰とか痛めてないか、大丈夫か、じいちゃん、あんまり心配かけさせないでよ。トリマー、サンゴ、おじいちゃんをお願い。じゃあ、助けに行きまーす。これ流れたら気持ちもわかんですよね。それが好きなマウンテンなんですよ。最終チェックポイント来ました。避けまーす。フルでお願いしていく。ちょっとこの下お願いして。だんだん難しくなってきたからな。お願いしていかないかな。近すぎるか、これ。あ、ごめん、なんか近すぎたもんね。やべ、至近距離すぎる。かあはははははは、近い、さすが近い、これ。いや、えぐいってばよ、えぐいよ。かあはごめんなさい。よし、ちょっと跳ね返した。バリア、バリア、バリア、近く行きすぎてよくないね。あ、でも
よ。なんとかなるのでは。いや、あいつの体に比べてちょっとメガモンがちっちゃいのか。学校メガを避けるの大変そうだな。まっすぐだ。もしくは終わりぞ。覚えてるのか。ほら、ほら、これ抜けないよ。だんだん難しくなってくる。ほら、もう隙間ないもん。動かないで倒せると。はい、いけんじゃない。まだか、まだだ。でももうそろだ。ほら、道が終わる。もう少し、もう少し。でも高松翔吾踊ってるし。あっ、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 右捨てられました。あ、でも俺向こうは回ってる。まだ一発食らっても大丈夫だ。なんならバリアもあるし。あぶねえ、使っちゃった。バリア使っちゃった。ベースグリア。まだか、もうちょい。最後の力振り絞る。ラスト、本当にラストですか、これ。はい、針を受けて。あー、なるほどね。最後のミサイルでこれ跳ね返してくんだろう。はいはいはい、オッケー。ラスト、ラストくよ。早い、いけー。いった、やった。どこ来んの。ちょっと痛い、痛い、痛い、痛い。お前、こんなとこ来るんだってめっちゃ目の前だった。倒していいの。倒すよ。じゃあ最後チェイスボムで行くよ。絶望を与えてやる。ビビるがいい、恐怖するがよい。ほれ、こんな楽しかったね。俺こんな楽しかったね。だってか、ギギ、またやられた。切ない。こっちも切なくなってくるし、本当に。いやー、でも戦争ってこうだよね。どっちかがさ、まあ、両方さ、戦争って両方正義だからさ、どっちかが悪いわけじゃないんだよ。両方ね、正しいこと言ってんだよ。だから戦争になるんだよ。いや、深いな。ちなみに最近進撃の巨人見たって言ったじゃないですか。それで、進撃の巨人で、また、なんか思い出しちゃった、こういう。え、でもやばい。見て、みんな。ほら。電池ナマズの、スプラトゥーンのこの最初の画面が、電気ナマズが電気ナマズになってる。なかなか見れないですよ、この。この、なんかタイトル画面。これ、スクショしといた方がいいですよ。これ、壁紙とかにした方がいいですよ。ニュースニュース、誰もいないけど真夜中の臨時ニュース。誰もいないんかい。なんでなんで、こんな時間に一体どうした。まずい。なんとなんと、オーデンチナマズが帰ってきたよ。もうサムネがかっこいい。俺もサムネこれにしようかな。 YouTube の今回の動画のサムネこれにしようかな。なにこれ、新宿スワンみたいなのサムネになってる。え、マジぶっ飛び。どこ行ってたんだろうね。不思議だ、不思議だわ。プリマ人安心でしょ。でもこの二人さ、どこに行ってたか知ってるじゃん。1号と2号って実はこの二人だったんですよ。皆さん知らなかったでしょ。俺は知ってたんですよ。だからこの二人いたんだよ、さっきの。でもとぼけてる。まあでもハッピーエンドってことで最後に一曲行ってみよう。てか真夜中じゃね、まあいっか。ラジオでもさ、夜に聴く曲ってそう眠くなるんだよ。そうラジオとかで流れてくる曲ってうるさい曲でも眠くなるんだよ。これに関してはもともとうるさくない。でこうすごーい。あ、撃てる、待って、撃てる撃てる、みんな撃てるぞ。なんか出てきた、ケンジ、ケンジさん出てきた。名前が出てくるのか。なるほどな。おい、ガチャ出てきた、俺が撃ったとこ。これすごい凝ってるよね。面白いな、最後まで遊べて。いや、でも感想で締めくくりますか、せっかくなので。スプラトゥーン1、多分2014年だっけ、知らなくて。いつだっけ、2017年にスプラトゥーンするんですよ。多分その3年前、2014とかかな。俺がスプラ1も始めたのはね、発売されてから多分半年ぐらい経った時か、もしくは1年経
あったクリスマスに、まあ、ゲームとかもうねやらなくなっちゃってて、で結局ゲームやりたくなっちゃうんですよ。俺結構ゲーム昔からしてきたから、一回手放したゲーム売っちゃったんですけど、買い直して何やろうかなと思って、最初ゲームスパルトンじゃなくて真っ暗画面って話だ俺。せっかくなら出したゲーム、スプラトゥーンではないゲームを買ったんですけど、半年後、スプラが出て半年後ぐらいにスプラワン買って、面白くて、学校も行かずにゲームしてたんだけど、今思うと、学校行っとけばよかったなって思うし、スプラトゥーンのおかげで今があるし、だからもうみんながこの動画見てるのってスプラトゥーンのおかげじゃないですか。そう。最近引っ越したし、引っ越したのもスプラトゥーンの影響だし、ホームゲームでね、人生変わったんですよ、本当に。本当に変わったんですよ。天地がひっくり返るぐらい。感謝してますよ、スプラス3も出るしね。スプラス2も今全然面白いし。これからも遊んでいこうかな。悲しくなっちゃう。悲しくなっちゃう。まあ、今日はストーリーモード、スプラ1のストーリーモードやってきたんですけど、楽しめましたか、皆さん。ちょうど。サンキューフォープレイングで出てました。え、かっこいい、エモいな。せっかくなので全部塗りつぶしときます。いやー、最終回だったね。スプラワンまたやること多分あるので、期待して待っててください。スプラ2もスプラ3もやるので、もうこれからもよろしくお願いします。もう本当に皆さん見てくれてありがとう、最後までありがとうね。それでは今回はこの辺にしたいと思います。スプラ1、ヒロモードでした。スプラ1のヒロモードでした。ありがとうございました。本当に、本当にありがとうございました。カン！